こんにちは。マギシです。そして今日はお友達と一緒にありがとうございます。あ、サラです。よろしくお願いします。で今日はスイスのドイツ語と、こう普通のドイツ語の違いについてちょっとお話したいんですけど、やっぱ違うんですか？そうですね、結構違いますね。スイスのドイツ語にはスイスの一応標準語もありますけれども、それは日本ドイツの標準語とさほど違いはないですけれども、その日常的に使うスイスドイツ語は結構そうですね、違いますね。つまり学校ではそのこう書きとか読みはその標準語のドイツ語を習ったとしても、いっぱいこうなんかこう街中友達と話してる感じだとこうかなり差がある。そうですね、結構かなり差がありますね。もう家族内とかそのプライベートの場はもうほとんどスイスドイツ語です。そうです。なんか単語だと例えばドイツ語だったらこの単語なんだけど、スイス語だとこういう単語なんかありますか？いろいろあります。簡単な場合は例えばハウス、家は、フースになりますし、マウスはムースですとか、でも全然違う言葉もある。例えばよくドイツ人が初めてスイスに来て、私たちがイフカゴポシテって言うと、ドイツ人がポシテ、多分郵便局っていう意味ですけれども、ポシテっていう動詞は、買い物行くっていう意味なので、結構。だからドイツの表現の研究をちょっとすると、私の地元だったらボイチェン。っていう表現を使うんですけど、ボイチェン。でもドイツの地方の中でも南ドイツだったらゼメという言い方もありますし、スイスだとどういう言い方をしますか？パンと朝ごはんのパン。そうですね、でも両方セメリ、それもスイスドイツ語の有名な特徴ですけれども、はい、リこれちょっとかわいそう。セメリというパンがありますけども、本当に 一類のパンだけで、その真ん中に線が引いてる、そのパンだけセメリって言います。あとはまあ、一般的にブルーティーっていうのは、そのちっちゃいポイチェン、ドイツ語みたいなポイチェンですけれども。すいません、例えばクワッサンはギッフェリー。ああ、そうなんですね。なんか日本人によくドイツ語勉強したいんだけど、スイスに留学っておすすめできますかって聞かれるんですけど、なんか別にスイスに行ってそこでドイツ語を学んで、次はドイツに行ったとしても、最初の1ヶ月とかちょっと時間かかるかもしれないけど、一応聞き取れますもんね。最初だけちょっときついかもしれないですね。そうですね、人の間に差があるかと思いますが、日本でちゃんとした標準語を勉強して、スイスに来て街の中の人を聞いたら、もう全く最初は全くわからないかと思います。結構でも、でもスイス人も相手が外国人だとして、じゃあちゃんとホフトイチ、その標準語を話さないといけないっていう、それも理解して、コミュニケーションは一応取れるかと思いますけれども、そうですよね。その相手が外国人だと、もちろん日本語もそうなんですけど、その外国人に合わせてちょっとゆっくり話すとか、はい、ね、そうですよね。スイスに留学したくてもドイツに留学したくても、そこはね、楽しいところに行けばいいと思います。あとはそのスイスの今日はそのスイスのドイツ語と普通のドイツ語の違いについて話したんだけど、その後スイスだとおすすめ場所とかおすすめの街とか何かありますか？ここならスイス、もし旅でスイスに行けならここがすごい楽しい。日本人が一般的に、多分スイスに来た日本人の 90% はみんなユンフラウヨッホですとか、ゼルマットかグリンデルワルト、本当に綺麗なその湖があって山があって、そういう本当にステレオタイプのスイスですけれども、そういうところは結構物価も高いですし、結構観光地的なところなので、もっと本当にあまり有名ではない小さい山の町、アルプスは広いなので、でも具体的に
まあ、私はチューリヒ出身なので、うん、チューリヒも本当に綺麗な街だと思います。いやでもうちのお母さんもチューリヒ大好きで何回もあの旅で行ってます。特にあの夏にはその湖もあって、うん、あの川もあって、もう本当に街中の川にも泳げますし、うん、それはもう本当にそうですね、もう仕事終わってからちょっとだけ、うん、あの泳いだりするのは、うん、あとなんかあの音楽好きな人がたくさんいるんですけど、音楽好きならあのここ行った方がいいっていうのは何かありますか？コンサートとか。あ、そうですね、夏には結構オープンエア、はい、そういうフェスティバルが、あ、そう、チューリヒだけではなく、うん、あの例えばバレー、はい、あのバリッシュっていう、うん、あの南の方にありますけども、そこにもアルプスの中でガンプルっていう結構有名なオープンエアありますし、うん、ベルンも、もう本当にスイス中に外、まあ、本当にその多分ドイツも同じだと思いますけども、うん、外で過ごす時間が多いので、夏とか、そうだね、日本人によくあのそのビアガーデンとか夏は外っていう感覚が、うん、日本だとベタベタするから、いや夏は外だけは絶対行きたくない。でもあのドイツもスイスも外はあのすごい気持ちいいんですね。そうですね、そして本当にまだ、うん、日本の基準ですごく寒い時に、うん、もうちょっとだけ18度くらいになって、うん、その太陽が出てきたら、うん、もうみんなもうその日ビキニ姿の人もみんな見られるので全然あの日本と結構違います。そうですね、あのドイツとかはあの基本寒いので、少しでも暖かくなったらみんなすごい盛り上がって、そうですね、うん、そうですね。あとそのスイスだとおすすめご飯とか何かありますか？スイス料理、あのまあみんな多分よくご存知なフォンデュとラクレットもありますし、うん、例えばチューリヒ地方にはそのカルプスキシネツです、はい、あの子牛、あまり日本では一般的ではないですけども、うん、子牛のお肉とクリームソース、うん、それをレシティ、その、うん、あのポテトの料理ですけども、それを一緒に食べるのもそれも結構、うん、もうヘビーですけれども美味しいですね。あと魚料理とかもあったりしますか？あのそうですね、あの 湖とかの、はい、どう言いますかね、その魚、あの湖の魚、エグリフィレとか、うん、まあ、あります、うん、バターとか、あのバターに焼いて、はい、なんか甘いものってどうですか？そのお茶するとか喫茶店に行くと、それもまあチョコ、まあ、チョコはまた別に、うん、ケーキも結構、うん、あ、なんかおすすめのケーキなんかありますか？これはもしスイスに行くなら絶対喫茶店に行ってこのケーキだけを食べときなっていう、あの個人的に本当に好きなケーキはそのグラウビンデン州のヌストルテ、うん、はい、そのくるみはちょっとキャラメル的にできたケーキですけども、それは本当にその地域、多分ほとんどその地域だけで食べられるケーキですけれども、あとはそうですね、あのそのスイスってチョコが有名ですよね。チョコ、日本にもあのスイスチョコって結構かなり高い値段でしょ、ね、はい、そう、リントンもあのドイツでもすごい人気がありますもんね、ヨーロッパ全体。リンツですよね、リントン、そう、その、うん、リンツの、うん、どう言いますかね、リンのクーベロ、結構、うん、世界中に多分人気があるかと思います、うん、でも普通のまあ、そのリンツは結構高いですけど、うん、でも本当にそこら辺のスーパーの普通の板チョコを買っても、うん、チョコの、あとなんか世界一スイス人もチョコを食べてるっていうどこか聞いたことあるんですけど、本当にそのチョコを食べる量ってそんなに多いんですか？うん、あんまりそうですね、考えたことがないんですけど、でも私は逆に日本来てから多分チョコ食べた量が増えたかもしれません。私もそうです。あのドイツのケーキとかあのチョコもそうなんですけど、すごく甘みがあるのですぐお腹いっぱいになるというか、あのアメリカのチョコほど甘くはないんですけど、日本に来てケーキとかも甘みが少ないから、そう、それで日本に来てちょくちょく食べるようになって太ってしまったけど、ドイツはもう甘すぎるからあんまり食べなかったですね。あとあのなんかスイス語ってあのそのさっきはそのスイス語の、まあ、ドイツ語と
まあ、ドイツのドイツ語の違いなんですけど、他になんか違う言語もあったりしますよね。あ、そうですね、うん、公用語は一応そのドイツ語とフランス語とイタリア語とルマンチュ語という4カ国語、うん、そうね、あの今あの3カ国語話せますもんね、あのドイツ語とあの日本語とあと何語、あ、私は、うん、まあ、ドイツ語は母国語で、あと英語、日本語、うん、まあ、フランス語とスペイン語も。ああ、そうなんですね。で、その学校の語学教育はあの日本と多分かなり違いがあると思うんですけど、どうやってそのなんかこうたくさんの言語を話せるようになったんですか？多分、まあその日本の、うん、との大きい違いはもうその、うん、育つ環境も全然、うん、もう例えばスイスのスーパーではミルクとかそういう商品にドイツ語、フランス語とイタリア語も3カ国語でちゃんと書いてますので、でもちっちゃい頃からあミルクはイタリア語でこれかね、フランス語はこれだねとかもだから普通に接して育ってる環境からたくさんの言語が入ってくるので、あのもう学びやすいってことですね。ある程度は、うん、学びやすいかと思います。でも今スイスにもそれぞれの地域によって最初に英語、うん、その小学校から英語を学ぶか、もう一つの例えばフランス語圏はドイツ語を学ぶか、うん、ドイツ語圏は最初に、うん、それが一応スイスの言葉なので、うん、フランス語を勉強した方がいいと、そういういろんな理論があって、うん、結構そうですね、うん、あの州によって違いがあります。私もドイツだったらあの中学生とかあの高校生になってそのヨーロッパ内の留学がかなりあったんですよね。フランス語は私あの中学生の時に学んでたので2週間にフランスにドームステイしたりとか。スイスもそういうあのなんか語学留学のチャンスはあったりしますか？ ありますね、うん、高校の時にそのフランス語圏に行って、うん、クラス全体でフラン、うん、1週間とか2週間フランス語圏に行って、そこ の,、うん、あのクラスとそうですね、なんかホームステイして、うん、その後そのクラスがどうあのあ中立に来てまたそういう留学ですとか もっと、うん、まあ、長い留学する人もいますけど、そうですよね、あのスイスの場合だと特徴としてはそれは別に海外留学じゃなくて もう国内でフランス語圏に行けばすごくねコストもかからないし、そうですね、今日はあの最後に皆さん多分すごい気になってると思うのがドイツ語のなんかもし勉強したかったらこれが一番のアドバイスだよみたいな何かありますか？語学勉強するならここから。ああ、それはなんかドイツ語母国語なので、うん、そうですね、どういうアドバイス？じゃあ英語でもいいです。語学語のその自分が日本の多分それ人によってその学びやすい、うん、方法があるかと思いますけど、うん、なんか自分に合ってる方法を見つかるのが一番重要かもしれません、ね、それ皆さん自分に合った勉強法に出会ってとにかく続けてあとはスイスに行ってチョコを食べたりドイツに行ってパンを食べたり。今日は最後までご清聴ありがとうございます。バイ。